こんにちは、みえこです。今日はファスナー付けが簡単で、底の形が四角い変わった形のポーチを作ったので、作り方をご紹介します。ファスナー開けて中を見ると、すっきりしてますよ。接着キルト芯のおかげです。それでは一緒に作りましょうね。最初に用意するのはキルト綿です。中心に線を描きます。この線を印として布を縫います。布の大きさはどんなサイズでも OK ですよ。キルト綿より少し大きく布をカットしますよ。キルト綿の端まで縫います。縫い代も何センチでも OK ですよ。端まで縫ったら、今度は中心から縦方向に縫います。これもまたキルト綿の端まで縫います。全部縫い終えたら、布を少し大きめにカットします。これを2枚作ります。そして刺繍をします。もちろんキルトでも OK ですよ。はい、刺繍が完成したら
キルト綿と同じ大きさに布をカットします。次に底の布を用意します。キルト綿の大きさが15センチ ×15 センチですよ。布を少し大きめにカットすると綺麗にできます。接着してからミシンで縫います。そしてミシンで縫い終えてから余分な布をカットします。この時の完成した底の布の大きさは15センチ ×15 センチにしてくださいね。次に裏布を用意します。トップと同じ大きさです。中央に印をつけておきますね。トップの中央にも印をつけて、ファスナーをつけます。ファスナーの中心にも印をつけます。ではトップの中心とファスナーの中心を合わせて針で留めます。それから両サイドも針で留めて、次に裏布を乗せます。裏布も中心から針で留めます。これをミシンで縫います。布端から布端まで縫います。縫い終えたら裏布にステッチをします。このようにできます。そしたら反対側のファスナーも縫います。先ほど縫った縫い方と同じ方法で縫います。ステッチもしてくださいね。このようにできますよ。では今度は底の布を縫います。このように裏布を見ながら縫います。このピンクのドットの部分から縫います。布端から7ミリ離れたところから縫い始め、
縫い終わりも7ミリ手前で縫い終わります。そしたら布の角度を変えてまた底布を縫います。布端の7ミリ手前で縫うのを終了してくださいね。次にもう半分の底布を縫います。先ほどと同じように縫います。返し縫いをして糸を切ります。そしてまた角度を変えて縫いますよ。このように縫います。次は横を縫います。ファスナーの布の位置がちょうど合うように針で留めます。トップの端は7ミリ、布端から7ミリ離れたところから縫い始めて
裏布は最後の布端まで縫いますよ。このようにできたら、今度は裏布をこのように折って底の布に縫います。手縫いで縫いました。綺麗にこのようにずれていないか確認してから針で留めます。縫い終えたら表に返します。底の布がきれいに出るようにこのように出して、そして裏布を表布に接着します。しっかりアイロンで押さえてくださいね。綺麗につきますよ。はい、できましたよ。そしたらファスナーの端がこのままだと見えてしまうので、チャイナボタンがあったので縫いましたが、なければリボンや何がいいでしょうか、布でくるむのもいいですが、もう簡単にそのまま刺繍で留めてもいいですよ。はい、できました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。